行順寺は、三重県稲部市北西町南の勝原にある新州、大谷派の寺院。正しくは、蓮華山、二階堂高順寺。本尊は、阿弥陀如来。蓮如の御旧石寺院で、北伊勢の浄土新州の中心寺院。現在の本堂は、延教二年の再建。毎年4月下旬に、蓮如期が務められ、宝物を開帳し、多くの参詣人で賑わう。 同志北勢町その原及び北勢町阿蘇伝二にカてらの道場を持つ。現在の住職は仏教学者の田代俊隆である。作家の連城三ノ利彦は住職に支持し、首都になっていたが、2013年10月に亡くなった。創建は平安時代の天朝を4年、高野山の末寺で当時は新言衆。陛下により消失後、室町時代の文案5年に、 中高回帰の行部坊空剣と弟子の小言坊が、本願寺の蓮女に帰し、阿弥陀如来尊啓一軸を拝領し、浄土新宗となる。宝徳元年蓮女が三河を経て北国へ行く途中、大海より竜が竹を越えてきてらし、四日間登竜。その時蓮女が選筆した六字苗号、古美の苗号を大想画像し、毎年蓮女期に開帳する。時報として、新蘭聖人木像。 蓮ンニ人筆六字明号、実女商人筆の六字明号と五分、共助上人筆十字矢座明号等を所蔵する。蓮ンの子、実女や、弟子の空前などの編集による、蓮ンニ人五一代聞き書き、法歴年間に、絵押しによって表された、五分大衣装などにも、伊勢の空剣についての記述がある。もともと、二階堂氏は代々伊勢増田僧の地頭であり、 その子孫の行部つまり空剣が中津玄に屋敷を構え、仏門に入って行人寺の寺祖になったと伝える。宗賢寺は今よりやや北方にあり、元寺跡にある行部井戸幕末期に桑名藩の役人に追われた無宿人がかくまってもらった恩返しに掘った法恩水道、蓮下国の蓮女商人腰掛けの石、毛朝掛けの松などは今もある。住職が 本山やク名ナ藩へ正式に参勤するときは、本格、半格と称して三十二人陣、または十六人の友を従え強烈を組んだ。その時に用いた大名籠やはっぴ、やつの道具などは、今も残っている。ク名ナ藩主とは、往来御免が認められており、籠に乗ったまま、避けるだけで通行できた。稲部市北勢町その原上が機内四十一番地に、ある。 新州大谷派行順寺の死亡。行順寺の首都が在勤としてジュース。京宝六年行順寺。第九世立ち空が、その原築門徒からの本望が遠いので死亡が、欲しいとの願いを聞き入れ、桑名藩並びに、本山へ願い出て、行順寺掛け所として創設。本尊は、阿弥陀如来。施設の五字は、その原築。稲部式多勢町。 麻生六2662番地にある、新州大谷派行順寺の死亡。主観は行順寺の住職が兼務。本尊は阿弥陀如来。施設後寺は麻生田地区。ありがとうございます。